本当に僕村瀬くんの声好きなんですよ。はいはい。なんか、まあ、不思議なもんで波長なのかな分かんないですけど、うん、声聞いてると結構ムラムラする。姫くんいるんですけど、 CV は CV が村瀬歩夢くん。あー来ちゃったなんですけど、来ちゃった、女みたいな声出す。ちょっと、うん、あのこのキャラソン聞いた時に、まあちょっとあの仮で入ってたりとか、うんうん、声聞かせていただけるんですよ。まあ分かりますよね。で、まあ、製品版も聞くじゃないですか。もちろん聞きますよ。ちょっとあの村瀬くんの声に、うん、若干こうムラムラ。大丈夫かも、大丈夫か、大丈夫か。確かにあの子すごい可愛い声出すからね。本当に女性みたいな声出すからね。そう、あの若干あれ姫宮可愛いなってなって、うんうん、これちょっと新しい扉開くかもしれない。いやそれちょっとある、わかります、わかります。なんか村瀬くんの声、ね、ムラムラするんですよ。なんかちょっとね。はい、なんか前僕別現場で、はい、ちょっと前田さんやめてくださいよってあの可愛い子に言われたことあるけど、ちょっとなんかお前ちょっともう一回聞くみたいな感じになったもん。確かに可愛い、可愛い、それは分かる。でもでもね、でもね、でも例えばこれ別の現場でも話したんだけど、村瀬くんが、はい、じゃあ江口くん実は僕女なんだって言ってきたとしたら、はい、それ受け入れられる。いやちょっと一回なんかなんだ一回なんだ一回聞いて一回お酒飲もうって一回お酒飲んでいろいろ喋ってみて受け入れられるそれ瞬時に。いや瞬時あでもだから混乱するから、うん、ちょっとじゃあその受け入れるために、うん、ワンクッション置くためにちょっと飲みに行こう。飲んだ後が心配だけど飲んだ後どうすんだよ。ベロベロに酔っ払ったらなんかいろいろと受け入れられるかもしれないですけども、まあ、聞くとどうなっちゃうんでしたっけ。ムラムラなんか、うん、僕もいろんな人からその言われるんですけど、うん、江口さんが僕の声にムラムラしてるらしく何を言ってるの江口さん。いやなんか村瀬くんの声にムラムラするムラムラするっていう風に言われてる中でこのキャスティングが起きたので、うん、いよいよちょっと危ないかもしれないと思い、何かちょっと裏ですごい力が働いててすごい力が働いててちょっと飲みとかに誘われたらちょっと二人きりだと危ないなみたいな。村瀬くん可愛いか。ちょっとあれ江口さんの様子がちょっとおかしいぞ。可愛かった。